よっしゃ行きましょう。今日は背中トレやります。個人チャンネルでやりましょう。初のゴートレゲストです。最初はね。懸垂から行きます。<し>はい、じゃあまずね。懸垂からやっていきたいと思います。僕、最近はですね。まあ、パワー一旦ちょっと大会出ないんで、結構普通のトレーニングもしてるんですよ。基本3セットです、うん、3セットでまあ、10発でやっていくんですけど、僕インターバルあんま取りたくないタイプなんでウッディさん僕がやったらウッディさんやるじゃないですか？はい、うちさん終わったらすぐ僕やるんで。 分かりましたそれだいぶインターバル1分ぐらいだと思うんですよね OK ですでじゅんぐりじゅんぐり回していきますはいやっぱ背中を取るといったらチンニングなんで、ね、10発10発せっかく今日は2人でやってるんできつくなったら補助入ってはいきましょう、はい、カメラ持ってるけどねいきます <laughs> 確かに確かにできないやゴートレないじゃ行いきましょうはい23 45678910<わ><や>あ早っあきついねいきましょうよし10発できるできないっすよじゃあ,、まあ10できなかったら10発はできないっすさすがにあの限界まででいいっすわかりました1、H、あいいねいいね23 4フルでやってるねいいね止めれないんですよはい5はい6ラスト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 いけるはいケーよいしょウィスさんあの一回一回全部伸ばしきってるんで逆に止めるの止める抜けるじゃないですか、うん、やっぱねこう抜けないでベンチみたいなねうんやっといた方が俺はね結構いいかなと思うんですよね連発でいけるし 背中結構入れ直すの難しいから伸ばしきった方が腕使っちゃってる感は2セット目い,いきます<い>ここももう俺はね、うん、俺のやり方はここからスタートじゃなくてもうこういう感じはいはいちょっと入れるみたいなねそうで首長くなってで肩こう下げてもう最初からちょっと作ってはいここから1 678ブーきブいはあはあルジさんとかさ背高いからさもっとお料理作れると思うからここちょっとこう落としてベンチのさちょっとアーチみたいなはいはいそうそうそうでガッと上にそうそう勢い使っちゃっていいから振っていいからポンとそう下行ったらパンと振るはい三。 はい。OK <laughs>。<laughs> はい。はい。ああ、いいね。いいね。いいね。ありありあり。そういうのもいいよ。いいよ。はい、ラスト。はい。はい、OK。よっしゃ。あーい、はい、OK。バーグリップ。ペルカイチの使ってます。<お>実はね、黒を作ってて。で、これ試作品なんですよ。で、まあ、良さそうなんで、もうこの色であのゴーしようかなと思ってて。おそらく9月中に届く。 <お>ね、検品と梱包して、まあ、それが終わり次第出せるかなみたいな感じなんで、まあ、早かったら9月中に出せるかなっていう感じですねそれは Amazon も Amazon も出します3セット目これね PL カイチのパーグリップはめちゃくちゃ滑りづらいんでで薄いんですよ結構、うん、それがねすごいいいって評判ですね薄いのがやっぱね既に近くていいしじゃあいきますはい 123456789ああ、結構昔は加重してやってたんだけどうん,うん、やってましたね加重するとちょっとやっぱ雑になっちゃうというか俺の。はいはい 技術だとパワーだと、うん、だどっちかというと今はもう距離長くしてしっかり筋肉意識してやる方がいいかなと思ってやってますよし行こうよ、うん、し1へいチせのへい23抜けない抜けないへい4へい5よし6へ、うん、い7へ、うん、い よし、はい、九、ラスト、いける、あい。あ、オッケー。はい。最高やな、なおちさんのなんか、こういう種目になってた。うん、なってないですか。大丈夫、大丈夫。次デッド行こうかな。よし、よし、よし、行こう、デット。一目目はデッドです。え、ワイドでもどっちもいいかね。うん。 はい。し。五。はい。よしゃ、オッケー。懐かしい。よし。オッケー、懐かしいね。次百でいい。はい、僕は今日百五十で。五レップ。これるんで、まあウッディさんは百とか。まあゲストだと百。五百十ぐらいで、五レップ。三セットやればいいんじゃないかなと思うんで行って。いって百五十まですね。いくん。<laughs> レップまでですオッ OK うんお<い>あんまねなんか回数やらないかよし行こうベルトつけやベルト変えていいですかそれそうですそうあっオブオブこっちでいくとか <laughs> ボディビルダーになった気持ちだった、うん、これも出しちゃっていいんですかうん 腰がヒーヒー、はい、ベルトねでねこれ見てください皆さんついに完成しましたピエル・カレッジベルトめちゃくちゃかっこいいよね本暴初公開ブラックブラックなんですよもう全部ブラックで背面ちょっと見してはいピエル・カレッジ真ん中にきてますか、うん、これねスウェード生地なんですけど、はい、ちょっとなんかこう布っぽい感じのやつ、ねうん、痛くないっすね、うん、いいねでバックルはね調整はネジでねネジで やななきゃいけないいけけけんんでででですすど、まあ、2段階までいけるんですよ奥と手前で今さん手前で手前でいってます、ね、基本はこう2つ入れるんだけど1個でも全然できるんででね2段階できればねあの僕この数年間パワーやってきて2段階以上変えてないんでまあそんだけいくなら別にね 1>, 1回合わせちゃえば、うん、そうその時だけちょっとネジ使ってもらってで安く売るんで皆さん楽しみにしてくださいまだですけどねまだこれはサンプル来てこれでいいねっていう段階なんで。 じゃあいくしょこれもセットいくメインでいきますよしえし、無理しないでああ重たっ <laughs> 重たっ <laughs> <laughs> 無理しない、マジで無理しないでーラストにします、はい、3ケ、OK、ーうさ80やな 5, 5だとそうっすねうん,なんかベンチプレスの力みと違う力みすぎて力み方わかんないですわとりあえずね150で5レップいきましょうよしメインセット メインセットっすね僕はなんか今もうこんな感じ結構楽しくやってるみたいないいですね自分が楽しくやれる重量で原点ですねうんでもねこれでも結構きついよ 最初ねケツに少しテンションをかけてヒンジをこうしっかり作るっていうことを意識しててハムじゃなくてケツが伸びてるみたいな、はい、状態作ってで、ケツにテンション保ったまま踏ん張るみたいなのが。 結構今自分の中でポイントかなと思っててあとはウッシーがよく股関節にこう乗せる感覚あるじゃないですかあれをしっかり感じながらやるっていうのが大事そうするとねやっぱ腰あんま来ないさんまず最初のセットでセッティングの時に肩前出ないようにしてしっかり真下に腕伸ばしてで取って引っ張る時にあんまりこう体まっすぐにしようと思いすぎない方がいいと思うです無理せずいきましょう 僕ここの空間を上に持ってくるっていうのがすごいハマるああいいじゃないですかそれでいこうって昔すげえ考えてたそれを思い出してきたはいあ軽い1いいね 2, 2>、うん、ああいいね い、うん、くね45、うんい,い,ね、いいね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 なんで急にできるようになったやっぱデッドのとこなんでさすがもう更新したやんもう体が覚えてた、うん、じゃあ俺いきます,はいっすちょっともう紙邪魔なんで閉まっていこうと思いますストリートスタイルねそうっす すごいしょ顔真っ赤でしょポテンツはしてきたんすかポテンツはした最近しないけどここにニキビできて最近ね嫌なんですけどでもスキンケアは早ければ早い方ですよベンズの皆さん僕は28からやり直したけどあの今今度30ねもうなったじゃないですかやっぱね早ければ早い方でいいんでちゃんとあのクレンジングして洗顔してでお風呂上がったら 顔はタオルじゃなくて使い捨てのペッパータオルを使ってあの美容液つけて化粧水つけてめっちゃやってでパックする日はパックしてでレチノールつけてで,、うん、で最後クリーム塗って終わり、うんうん、これがね毎晩の僕のルーティンなんでようこそパワーチューブ n a o t の美容チャンネルこれでも本当にやったら変わるよ俺、うん やっぱね昔の写真見たりとか動画見るとね肌汚いの30歳だけど今一番いいもん自分史上最高そうなんかそんなシームあったよねまあ、いいや行きましょうはいななるキーさんと俺さトレーニングしたのって何年ぶりジョイフィット以来だから懐かしすぎさジョイフィットも別に一緒にトレーニングしてないっすよね、うんていうかあの時だって「お直津さん!で」で終わりですからね、うん あの時まだ YouTube 始め、始めてないです。ってないか。だって僕まだトレーニングしてた時だから。あ、そっかそっか。きりもがいてた時期です。そうだ。4、四年前だね。そうっすね。懐かしい。はい、頑張って。よしラストセット。お願いします

いけるかオッケーすごいじゃんやっぱデッドは気合いっすすごいね最初3発で死んだのに3発で死んだんで、はい、デッドは気合いっす <laughs> じゃあさあ<僕>なおきます。ラスト行きましょうやっぱねこれめちゃくちゃやりやすい本当にいいこれねいいのよ僕も今それで10レップ行けたと言っても過言じゃないですから <laughs> マジで滑んないからよしラスト いきます楽しくケツのストレッチ感じて股関節作って 1, <laughs> <laughs> 1> <laughs> 二、三、四、Go。は撮影ですこれから。<し>じゃあまあ撮影あるんで、あと一週目だけやらしてください。 うん三セットなんかなんか懐かしいこの光景<え>これ <laughs> これは専門学校時代のあれじゃないですかあ,あるんですかそれノーアップで来てあのそういうことやってた人いるんですかううなんかいた気がする150ですいや,それやってから気づくんだ150ですよ めっちゃ嫌な人じゃね。<laughs> <laughs> 普通に <laughs>。どう思う。いや、やっぱ僕は懐かしいですよ。<laughs> これ、これリアル、リアルであった。うん。いいね、懐かしい。いいね、切磋琢磨してるね。ということで、最後、あの、ローイング。ローイングやりたいんで。シーテトラやって終わりましょう。っやっぱ、このね、引くっていう動きをできるようになった方が。ベッドとかも。スクワットでもいいと思うんですよ。こういう動き。これ、やっぱ、引く動作の。最初の動きかなと思うんで。これはね、本当入れた方がいいです。 発うんこうねこうじゃなくてやっぱねこうしとくっていうはいみそかなと、はい、いきます <laughs> 123456789 うんもう1個いけるねもう1個いけるわいい,です、ね、いい感じいきます12、はい、体もうちょい戻してそうそうそう,そう3で腹筋使って腹筋使って4567しっかり戻して、ね、背中ストレッチかけて8ストレッチかける9指先になんない指先になんない はい、10OK、はい OK、いいねよいしょ今日ただ真面目にトレーニングするだけの動画ですよ123456789、うん ああきついいい重量田口淳平さん見てねやっぱやる気出てるんだお、さすがやなでもあの人かっこいいね、うん、見たんすかあ見た珍しいかっこいいなと思って歌うまいっすからねあそれちょうど今日見た123もっと戻す4これギリまでギリまでギリまで5そう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  いいね、丁寧丁寧。なら。ああ、うん、いいよ。はい。八。スタート二回。はい。九。ラスト。うん、よいいよ、オッケー。うん、いいね。あと一回。九<し>月十六日に。原、はい、宿の映像ボリックで。僕ら一日店長やるんで。はい、あの、ぜひ皆さん、来てください。百名来たら嬉しいですって、菅野さんに。はい。 でも、うん、リアルにリアルにね、うん、あのお会計、はい、お会計をやっぱ200目指したい、うん、200会計200会計200人そうだ,からだからプロテインで言うと、まあ、200個とかってことですかね200会計目指したいですねやっぱね一日店長をやらしていただくからには、うん、なんか僕はやっぱ、ね、数字の目標を決めたいんで、はい、ってなるとやっぱ呼ぶ人数、うん、これをもう全力でね やんないと面白くなななななないいいいいいいじゃでですすか、はいね、だかかかかかだらららら別にいっぱい来たから僕らなんかバックもらえるとかないからね、うん、ないよねよ多分ねうちの商品売らしてもらってるんで PR カレッジの商品もあるから、まあ、それの宣伝ももちろんできるっていうのも一つありますけどただねやっぱやるからには最大限貢献したいっていうねでエゾボリックのプロテインめちゃくちゃうまいじゃん、はい、でそれ以外にもねあそこねサプリメントショップなんていろんなプロテインとかねサプリあ,あるんでいきますはい きゅう。 うん、あもうひと足先にまあこんな感じでね急セットですけどおい、僕は終わりですウディさん行こうじゃあ閉めますかあいやいやダメでしょう。あ,あここまで来たらやんないここまで来たらやんないで、ね、絶対プロタンとコラボするぞ <laughs> よしそうなのどうしたす好きなんだあ,あごめんなさい前イ入ってた、うん、あ,あごめんなさい一人落っすよし行こうよしはい

とということで最後追い込んでる時にストレージいっぱいに <laughs> なっちゃっていけたんですけどえ9セットですね、はい、はいでデッド久々にウッディさんやったんですけどどうっすか楽しかったっすいいねやっぱ楽しいねゴートレは,はい僕も久々に人とトレーニングしたんで楽しかったです次回は1 2 0キロで10発いいね本当ほんと ?10 発やでまあでこのチャンネルでしかデッドはやんないんでうんこうやってたまにね撮影の前とかに2人で集まって トレーニングととかやると僕もトレーニングできるしやっぱ最近ねちょっとどうしても仕事の方に振っちゃってるんで甘えちゃってるんですよそれ甘いっすよ、ま、甘えなんでこれこれマジで甘えだから本当に俺できるのにやっぱねいやーまあ仕事忙しいしみたいなでもこうやって合間縫ってできるじゃん、ね、だからこの動画見てる方自分もねあのあ確かにできたかもと思った人は今からジム行きましょうはいということでえピエーカルカレチの新商品だったりとか パーグリップもベルトもね、えーまあ、これはもちろん今売ってるんでね、はい、楽しみにしていてくださいではさよなら